はい、こんにちは。チャネリングの動画を作るために、史跡や遺跡を訪ねてチャネリングをしてみようと思いました。で、それで私の生活圏内にある大仙院ってお寺があるんですけど、そちらにですね、昔の基金の供養塔があるので、そこにとりあえず行ってみました。で、基金があったっていうことしか本当に知らなくて、詳しく何年前なんだろうとか、どんな基金だったんだろうとかですね、本当にこれを機会に詳しく知ることになりました。で、この供養塔の前で、手を合わせてタネリングしたんですけども、ここら辺はですね、変な感じは一切なくて、ちゃんと供養されてるので、すごい、天気も良かったんで爽やかな感じでした。で、頭に浮かんだイメージがですね、こういう感じでお母さんと子供のイメージでした。で、基金っていうとですね、それぞれの人がお腹空かして苦しんで、それがこう亡霊みたいになってるのかなと思ってたんですけど、お母さんと子供のイメージが来て、こういうメッセージが来ました。母親が子供を思う気持ちっていうのはいつの時代も変わらないんだっていうメッセージが来ました。で、そこで私は基金の中で一番今でも伝わるこう強い思いっていうのは、このお母さんがお腹を空かした子供を心配する気持ち、これが今もずっと強くですね、残ってるんじゃないかなって感じました。で、手前にですね、このような文学碑があったので、どれどれと読んでみました。三浦哲郎おろおろ草子ゆかりの地、この作品は足軽の次三男で結成された鉄砲十六門隊の最年少の大使である立花小十郎の目を通して天明三四年の大飢饉の惨状を描いたものである。哲郎は自作への旅の中でこの作品を書いている間、何度も恐ろしさでペンを持つ手がかじかんだ。一歩も先へ進めなくなったこともある。そんな時、帰郷して新田の大仙院の門前にある基金の餓死者の供養塔を訪ね、願わくは我に勇気を与えよと合唱してひたすら祈ったことを忘れないと述べている。これを読んでですね、三浦哲郎さんがそんな本を書いてるんだっていうのをここで知ったんですよ。私は本当にもう無知で。で、三浦哲郎さんっていうのは八戸出身の芥川賞作家で、2010年にお亡くなりになったんですけども、その三浦哲郎さんが当時の飢饉の時の、小次郎さんの記録をもとに、書いた小説「おろおろ草子」っていうのがあって、それが1982年に出た歴史小説があるっていうのが分かったんですよ。で、私書いてから検索して、途中地元の本屋に寄ったりしたんですけど、なかなか見つからなくて、で、古本屋にも行ったんですけど見つからなくて、でも読んでみたいなと思ってですね、ネットで検索したら Kindle の電子書籍にあったので早速購入しました。で、もうすぐ一気に読みました。はい。で、この「おろおろ草子」っていう本なんですけど、本屋さんとかでちょっと見つけられなかったので、電子書籍版の Kindle で読みました。で、生々しいですね、当時の惨状が本当小説になって記してありました。もうこれが本当に起きてたことなのかっていう信じられない思いで読んだんですけど、紛れもなくこんな、もうこの地上にこんな地獄があったんだなっていう感じでした。で、私がもう親しんでる地名がいっぱい出てきて、川とか地名、寺とかですね、もう自分の暮らしてる世界全てがそこに出てくるんですよ。で、時代は230年前なんですけど、大して昔じゃないんですよね、230年前って。そんな時にこんなことになってたのかって本当に衝撃でした。で、天明の大飢饉ですね、今から230年前に八戸藩、東北全体で大変なことになってたんですけど、この本に書いてあるのはこの盛岡藩、南部藩の師範ですね、の八戸藩のことを書いています。で、
八戸藩はこのピンクのところです。はい、で、当時の人口が6万5000人いたのが、この天明の大飢饉が終わる頃にはもう半数減ってたと、半分の方が亡くなったっていうことでした。でも空き家もいっぱい出ちゃって、もう家ごと家族ごとなくなって空き家がいっぱい出てたそうです。で、あの仁井田川っていうのが出てくるんですけど、仁井田川っていうのは私が毎日見てる川なんですよ。本当にこの川と共に暮らしてるようなぐらいの川なんですけど、そこでは当時この絵のように、あの下では馬を食べてますね。その右側ではあの後ろに並べられた遺体、そしてカマスに、上の輪っかになったカマスに入ったあの亡骸ですね。これはあの盗んだりなんか悪いことした人が、あのお上の成敗じゃなくて住民たちの死刑リンチですねにあって、あの手足を縛られてカマスに入れられて川に投げられてたそうなんですよ。でそれがいっぱいこう打ち上げられてたってことなんです。で川にはですね、身投げをした人たちが浮かんでたそうです。みんなあの飢餓に苦しんで死んだ方がマシだってことで、あの川に身を投げる人がたくさんいたそうです。でその上はですね、あの野犬が当時すごい多かったそうなんですよ。生類憐れみの霊のせいとかで、でその亡骸がですね、野犬に食い荒らされてるっていう姿です。でこの絵がですね、あの本当にその当時の様子をよくあの描いてる絵なんですけど、こういう生き地獄じゃないや、地上の地獄だったそうです。で仁井田川っていうのはもう私にとってはこういう世界で、毎日見て、昨日も今日もですね、白鳥に餌なんかあげに行って、もうこういう自分にとって人生の一部、生活の一部である川がそんなことになってたんだなってすごい衝撃でした。でそんなひどいことってどんなことかっていうと、まあ要は人肉を食べてたってことですね。で弱った人を襲ったりとか、まあ、あと亡くなった新しい人の肉を削いだりとか、でそれをまたねこう売買してたみたいでね。である人はいっぱいそれをこう干してね、貯蔵してたりとかね。あとはまあちょっとお母さんが子供から目を離した隙に襲われて食べられちゃってたとか、あとは山の中で人を襲って食べる人が、要は山んばの原型ですよね。そういう人がいたとかね、本当いろんな話が書いてありました。もう本当にこれが現実なんだなって、すごいし今でも信じられないですね。あの飢饉のこと本当に何も知らなかったんですけど、3年ぐらい前にですね、まあ八戸藩の地図でいうそのピンクのところの下の南のあたり、今の岩手県の二戸のあたりを車で走ってる時に、いきなり頭の中にですね、あのここいら辺はとてもひどい惨状だった、ここいら辺はもう食べるものは何もなかったっていうあの言葉がねパッとね入ってきたんですよ。メッセージが来たっていうか、でびっくりしちゃって、でなんだろう、これ飢饉のことかなって、昔はっていうイメージだったんで、飢饉のことだなと思って、それ以来ちょっと気にはなってたんですけど、今回こうやって本読んだり調べたりして、本当に知らなかったことがもう恥ずかしくなりましたね。誰も歴史のこと詳しい人は知ってるけど、いわゆる一般の市民の人たちはね、みんなよく分かってないですよ、子供も。いやだから本当な、例えばです、例えるともう自分が住んでる場所が全部アウシュビッツ収容所だったぐらいのね衝撃を受けました。はい、ありがとうございました、ご視聴くださり。こんなね大変なことがあって、半分の人が亡くなってたっていうのは本当知らなかったです。お恥ずかしいです。で、なんかこう本当寒くてですね、あの貧しい地域なんですよ。なんかこう、わびしくなるところなんですよね。大好きなところではあるんですけど。で、あんまりこう、城下町の文化っていうのが、まあ、育ってなくて、芸術とかもなんかね、育ってない感じで。でもね、今回ね、納得しました。
ほんとね、寒くて実らなくて貧しい地域だったんですね、ずっと。これじゃあしょうがないですよね。はーいって思いました。すごい自分の住んでる、自分の生活、まあ自分の人生の場所ですよね、そこの場所のことがよく分かりました。はい、ご視聴ありがとうございました。